久保哲郎は無限無限無限,無限久保哲郎と無限久保哲郎とかにしときましょうか <laughs> 無限久保哲郎ですねうんまああの、まあ、久保さんの話にリンクするんだったら久保さんっていうのは一人じゃないですか黒人間いないですよねでも久保さんの人生って無限じゃないですか まああの自分が無限にするかどうかなんですけど何すかね例えばその月に降りた人ガガーリンは初めて宇宙飛行士になった人もいると思うんですけど同じ人間なんですよね同じ人間です <laughs> まあ今その何すかね大企業の社長さんとかも同じ人間ですしまあその人一人なんですよねだけどそこから無限の可能性があるのかないのかってうん結局その人次第で まあ仮にね、その成功してる人が宇宙人ですと。なんか人間じゃありませんと。なんか IQ が500ぐらい、まあ1000とかあって、コンピューター、ナノコンピューターが入ってますとで。ナノコンピューターが入ってない、脳にナノコンピューターが入ってない人は成功できませんっていうことだったらあれですけど、同じ脳だし、目2つだし、鼻,2つ鼻の穴2つだし、まあもちろんね、生まれたときから障害を持って手がないとかね、まあ、そういうのはあるかもしれないですけど、まあ大体一緒じゃないですか。 どんな成功してる人も、うん、なんか、目が10個とかないですよね。なんか昔、観音像で、ですかね、こうこ、手がめっちゃ10個ぐらいあるやつあるじゃないですか。聖徳太子の話もあったかな。なんか、とりあえず手が10個あるとかね。目は手2つしかないし。うん。だから、まあ、人間自体が無限ですよね。で、人間自体に可能性がないんであるならば、今のテクノロジーっていうのは全く発達してないというかず、ずずっと、まあ、 狩りしてる多分ずーっと狩りして終わりでしょうね。今も狩りしてますよね。今日も。今日も、なんかその、イノシシ狩りに行くとかね。でもそその、その時代はあったと思うんですよ。多分なんか、狩りをしてくる。っていう時代はあったと思うんですけど、今狩りしなくてもスーパー行くと加工されて、それに肉買えるみたいなね <laughs>。うん。だからまあ、可能性はすごい。だから僕はね、あの、 SF 映画とかに出てくる傾向あのええ、未来とか、そのドラえもんが描く未来とかね、そういうのは、もう目の前にいるあるんじゃないかなと思いますね。まあ、それが何年後に来るのか分かんないですけど、まあ、可能性をね、みんなが潰さなければ。うん、あまあなた、あなたが可能性を潰したとしても、他の人たちは可能性を求めていろいろ動いたりとかあの、研究したりとか。 いろんなことやってますのであなたが可能性を潰しても誰かが可能性を見出して時代のテクノロジーはどんどん進んでいくと思いますねうん、はい、まあ、結局自分自身自分次第ですね言ってらっしゃい。